ウクライナ国は1918年4月29日から同年12月14日まで中央ウクライナを中心に存在した国家。2月革命後、旧ロシア帝国領内には多くの独立国家が成立したが、ウクライナにはウクライナ人民共和国が成立した。その政府であるウクライナ中央ラーダはドイツ帝国及びオーストリア・ハンガリー帝国と共同で ボリシェビキとの戦闘を遂行した。しかしながら、中央ラーダ政府は経験の浅い若手中心の組織でドイツ軍が最も必要とした食料調達を遂行する能力に欠けていたため、ドイツ軍の意に沿わず、1918年4月にドイツ軍が議場に乱入することにより解散させられた。それに代わって、ドイツと共闘するウクライナ国家の代表として選出されたのが、 旧ロシア帝国の軍人で皇帝ニコライ2世の副官であったパウロー、スコロパードシクイー将軍であった。自由コサック民兵団を率いていたスコロパードシクイーは、ウクライナ人の間でのコサック人気を利用して、ヘイチマーンの称号を用いることとし、彼はかつて実際に、サガンウクライナのヘイチマーンであった自分の祖先に、あやかって、全ウクライナのヘイチマーンを名乗った。また、スコロパードシクイーは、 政権のダッシュと共に国語をウクライナ国と改めた。また彼の政府はヘイチマーン政府と呼ばれた。これ以前のウクライナ人民共和国では社会主義の理想に基づいた平等政策が取られていたがスコロパードシクイーはその支持基盤がロシア人や旧帝国の貴族であったこともあり極めて反動的な政策を取った。特に中央ラーダ政府が 農民に分配していた農地を地主に返したことは大きな意味を持っていた。ウクライナ国は初めからしてドイツ帝国の戦争遂行のための支援国家として成立されたものであり、その最大の目的はドイツへの食料供給であった。また、ヘイチマーン政府は全面的にドイツの軍事力を背景に成立したものであったため、実際の主人はドイツ軍、その名がたる アイヒホルン元帥とクレーナー将軍であった。そのため、農村制度も帝国時代に逆戻りした上、農村からは大規模な食糧調発が行われたため、また、ドイツ人のウクライナ人への別死が激しく感じられたことから、全ウクライナの平地マーンと、ドイツ軍への市民や農民からの反発は強く、各地に不服従や反乱が起きた。また、 7月には乗車中のアイヒホルン元水が暗殺されるという事件が起きた。ドイツ軍の敗戦が濃厚となると、ヘイチマーン政府も政党等の核勢力の支持を取り付けようとしたが成功せず、結局11月11日にドイツが敗戦し、ウクライナ中流軍も撤退すると、その勢力は断末間に陥った。スコロパードシクイーは、 自らの軍隊を首都周辺に戦闘配置に着かせた、まま鉄道で撤退するドイツ軍と共に、ドイツへ逃亡し、12月、農村を中心に、強力な支持を取り付けていたシモン・ペトリューラ率いる、ディレクトリア軍との短い戦闘の後、ヘイチマーン政府軍は、総崩れとなり、ディレクトリアは、ドイツ軍と協定を結んだ上で12月14日、キエフを占領した。ペトリューラ軍は、 ヘイチマーン政府軍より、はるかに優れた装備を持っており、その実力以上に恐れられていた。権力の掌握後、中央ラーナの流れを組む勢力であった、ディレクトリア政府は国語を再び、ウクライナ人民共和国に戻し、ここに、ウクライナ国の名演は尽きた。詳細は、ウクライナ国軍を参照のこと。ウクライナ国軍は、それ以前のロシア帝国軍やウクライナ、 人民共和国軍の装備を受け継ぐとともに、ドイツ軍からも装備の給与を受けていた。中には、新型の豪太射星中型爆撃機 GL-7 や LVGCV、ロシア帝国空中艦隊から編入した大型爆撃機のイッテアームーロメチのような高度な装備も含まれていたが、肝心の地上部隊をはじめ全般に装備の多くは旧式で、 ペトリューラ軍の武装した農民に勝つことはできなかった。また、部隊編成もコサック民兵部隊、学生部隊など、寄せ集め的なものが主で、旧中央、ラーダ軍の強力な市一重兵隊を中心とした、ペトリューラ軍の接近を前に、スコロパードシクイの逃亡を知った、平マン政府軍の指揮官の多くは部隊を解散した、ため、本格的な戦闘は、 キエフ近隣のスブヤ闘神が完全に破壊されたことなど以外はほとんど行われなかったに等しかった。海軍組織は黒海にて赤軍との戦闘に備えていたがこちらは海軍の根拠地セバストーポリをめぐる戦闘が幾度か行われた。ウクライナ国海軍はドイツ海軍の黒海艦隊としての役割を持っていた。これはウクライナ国の崩壊後イギリスフランス連合の 反革命干渉軍によって接収された。ありがとうございます。